岸田総理大臣が慢性的な鼻づまりの症状の治療のため、明日都内の病院で手術を受けることが分かりました。これは松野官房長官が記者会見で明らかにしたもので、岸田総理は明日、副鼻腔炎の手術のため、内視鏡による鼻の手術を受けるということです。手術は全身麻酔で行われる予定で。 岸田総理が麻酔科にある間は、臨時代理の第一順位である。松野官房長官が総理の臨時代理を務めます。岸田総理はその日のうちに帰宅し、週明けの月曜日から官邸に登庁する予定です。